国道116号、国道116号、国道116号は、新潟県柏崎市から同県新潟市に至る、一般国道である。新潟県柏崎市の北港にある長崎交差点で、国道8号より分岐し、つばめ市を経て、新潟市中心部まで結ぶ、一般国道の路線で、ほぼ JR 越後線に沿った経路を取る。国道116号のかに、 柏崎新潟間で並行する道路は、より内陸側で、長岡市中心部、三条市を経由する、北陸自動車道、国道8号や、日本海の海岸線沿いにルートを取る、国道352号、国道402号、日本海飛ラインがあり、国道116号はこれら路線の中間にあたる、海岸から、やや内陸部の起伏が少ない場所を通るため、 この区間では最も近道となる。国道8号などと合わせて都市間輸送幹線としての重積を担っており、全線が国土交通省直轄の指定区間となっている。上越市など県西部と新潟市、また関西地方や中部地方と東北地方を結ぶ最短、ルトであることなどから、長距離トラックの通行量が比較的多い路線でもある。 一般国道の路線を指定する政令に基づく、奇襲点及び、経過値は次の通り。一区間の大部分、前述のソワ ICE 等の旧区間も含めては、1960年代から現在にかけて、経路変更や道路整備などの改良事業を経て整備が進められた、ものである。特に1968年に、新潟大学の五ヶ原市地区移転が決まって、以降、 並行する越後線や国道402号と共に、新潟市西部の住宅地下が進んだ。916号の区間は、現在の新潟県道369号黒部、柏崎線、刈羽村道、新潟県道574号寺泊西山線、新潟県道374号五0個区間、新潟線、新潟県道2号新潟寺泊線、 新潟県道16号新潟カメ内野線、国道402号新潟市道などのそれぞれ一部となっている。2007年7月16日に発生した新潟県中越沖地震の影響で国道116号は柏崎市から出雲崎町にかけての区間で路盤陥没などの被害を受けたが震災直後の応急工事やその後の復旧工事によって順次服された。 ソワ IC から、新潟市中心部に至る区間は、依然に区内や、堺林地区を経営していたが2008年4月1日に、指定変更された。またソワ IC、関谷昭和町間の旧区間は、同日より、主道ソワインター、品野町線帯国道402号となり、一般公募によって、西大通りの愛称が付与されている。柏崎市から出雲崎町。 長岡市は島地域、寺泊地域を経由して、寺泊地域と燕市分水地区の間を流れる、大川津分水路に架かる、大川津京北詰めまでの全線が、バイパスかもしくは4車線に改良、拡幅されている。大川津橋北の燕市や新潟市西部の区間は、新潟市や三上市のベッドタウンとして機能しており、住宅地となっているほか、 ロードサイド店舗が林立していることなどから、特に、つばめし分水地区、吉田地区、新潟市西関区の牧地区、西川地区の各市街地区間は、慢性的に渋滞や、速度低下が発生しやすい状況にある。新潟市中心部に近づくにつれ、交通量は徐々に増加する。西区中野小屋地区にある、田島交差点は、西関原広域濃度を2号線と交差しており、 新潟市中心部から西区赤塚地区をはじめ西間区西川、牧、岩地区や遠市分水地区、や彦村方面へ向かう車両が上り、車線で右折待ちすることによって朝夕の通勤時間帯を中心に渋滞が発生している。かつては道幅が狭く右折車線も設けられていなかったため、ピーク時で約 1km に及ぶ渋滞が発生していたが、2004年度に 交差点付近の拡幅と右折車線を増設する工事を実施したことによって若歌減された。この中野小屋地区の延長 4km の区間は地域高規格道路に指定されており、新潟市の都市計画道路、新潟西道路として片側2車線連続立体交差方式のバイパス道路が整備される予定あるが事業の本格着手時期は未定である。また中野小屋地区周辺は 当期間、悪天候時には猛烈な地吹雪に見舞われる難所で、2010年2月6日には、地吹雪の影響でこの中野小屋地区内の区間、約 4.5km が通行止めとなった上、迂回路となった広域農道では吹き溜まりに阻まれるなどして、合計100台以上の車両が、最長一昼夜にわたって立ち往生するトラブルが発生した。このため、 新潟国道事務所では2010年冬、路面上の吹き溜まりを予防するため、道路脇や水田などに設置している、防雪柵の設置範囲を広げるなどの対策を講じた。ソワ IC から黒崎 IC まで新潟西、バイパスを通り、平成大橋で信濃川を東へ渡る。信濃川右岸の新潟三崎合同庁舎、国土交通省北陸地方整備局など、 各省庁の出先機関が入居しているや新潟県庁等の正機関周辺を経由して、千歳大橋で再び、信濃川を西へ渡る。昭和町交差点から新潟島の中央部を循環し、新潟市役所を経由して、本町交差点で終点となる。新潟国道事務所は、この指定区間について、沿線に行政機関が集中していることから、災害など有事の際には、 行政間の連携強化を図りたいとしている。これによって国道116号はソア IC 伊東の全区間が4車線以上となった黒崎 IC のランプウェーブを除く。中央区の新潟市役所周辺は道路が複雑にクランクしていて急カーブが点在するなど渋滞が発生しがちで支障をきたしていた。2006年3月に指導 学校町2の一部区間を拡幅して、国道をショーカットする区間、通称、学校町ミニバイパスが開通した。なお、開通後すぐに、歩道の狭さが指摘されて、道路幅を減少させることで歩道を拡幅したため、結果的に通行区分帯幅が減少した。 新潟市西館区間地区の区間については、薪ワイパスが整備され、2005年1月17日に一部区間が開通。2006年12月26日には残る区間の共用を開始して、全線が開通した。また、吉田地区についても、原区間の交差点付近拡幅に加え、つばめ市属精神から、原道東側のベイノーズ、ヨノーズなどを経由して、新潟市西館区、 高橋の巻バイパス南端部付近に至る吉田バイパスの整備計画進められている。新潟西バイパスの内黒崎 IC、新潟西 IC 間はもともと北陸自動車道として建設された道路から転用されたもので、これは北陸自動車道が計画変更され新潟市内で延伸した結果、周辺道路のルート再編によって高速道路から 一般国道に変えられたものである。2010年度、平成22年度道路交通センサスより、平日24時間交通量、第2回楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。